休憩の牛は月を飛ぶ。アメリカンアストロノミカルアソシエーションの1996年のミーティングで描かれた天体のモデリングを表した休憩の牛のイラスト。球体の位相同型としての牛。トポロジー学者はコーヒーのマグカップとドーナツの違いを区別できないという数学的なジョークと関連している。休憩の牛は 現実に起こる複雑な現象を高度に単純化した科学的なモデルで捉えることを例えた表現。物理学者がしばしば考えることのできる最も単純な形まで問題を縮小して計算を容易にするためにモデルを現実に適用することが難しくなってしまうことさえあるというおかしさをついている。元は次のような理論物理学者のジョークに由来する。 言葉である。牛乳の生産量が低かったとある落農家が、地元の大学に手紙を書いて、学術的な支援を求めた。様々な分野の教授たちが協力を約束し、理論物理学者がリーダーになることが決まった。農場で2週間かけて徹底的な調査が行われた。あと、教授たちは大学へ戻り、データが詰まったノートをリーダーに預けた。 あとは報告書にまとめるだけだった。するとすぐに、物理学者は農場へと逆戻りして、落農家に行った。解決策が見つかりました。まず休憩の牛を真空状態に置いてください。このジョークにはいくつかのバリエーションがある。ロシアでは、休憩の馬と呼ばれていて、物理学者がどんなレースでも、休憩の馬が真空を動くものとして少数点以下の、計算をすれば、 勝ち馬を予想できるというジョークから来ている。アメリカのドラマ、ビッグバンセオリーには、バリエーションとして、休憩の鶏のジョークが登場する。ナーサリーライム、ヘイディドルディドルの一節にある、牛が月を飛び越えたのパロディ。ありがとうございます。